え、リンクサイズから姫神シャノさん、そして高尾トウカさん、こちらのお二人がグルミクへの本格参戦が決定しました。はい、どうもザンジと申します。いやー、これはまたね、ビッグな情報が急に発表されましたね。まあ、D4DJ の中でもビッグイベントとも言える D4 フェスで活躍されているリンクサイズのお二人がなんとグルミクにメンバーとして実装決定ということで、これはね、もうだいぶ前から言われてはいたんですよね。シャノピー実装早とか、まあ、結構コメント欄であったんですけど、いや本当に実装するんだな。まあ、ちょっと私ね、めちゃくちゃびっくりしてるんですけど、まあ、本格的にメンバーとして実装ということは、今後のガチャで登場したりとか、今後開催されるイベントの対象キャラクターになるとか、まあ、そういえば D4 フェスの第2弾も予定されてるみたいなので、まあ、それに合わせての実装って感じになるんですかね。なんかこの2人が本格的にメンバーとして実装されるんだったら、もう一つのスカーレットカナリーのメンバーもなんか実装されそうな感じしますよね。まあ、本格的に参戦してくるのであれば、まあ、もちろんね、今後ガチャなんかで登場してくると思うんですけど、まあ、すでにね、こういうサブキャラポジションでガチャとして登場してるメンバーがいるんですよね。まあ、それがね、ぼっち DJ として有名な貝原みちるちゃんっていう子なんですけど、まあ、あの子もね、もう実装されてからもうすぐ1年経ちますよね。1年経とうとしてる今でも、ガチャで登場してるカードがたったの1枚だけということで、まあ、結構影薄い感じになっちゃって、もう有名なのか影薄いなのかどっちやねんって話なんですけど、まあ、果たしてね、リンクサイズどうなるんですかね。まあ、みちるちゃんみたいに星4だけ1枚ずつ登場させて、それ以降はもうほとんど出なくなってしまうのか。まあ、おそらくね、登場してくるとしたら D4 フェス第2弾に合わせて実装してくるかなって思ってるんですけど、まあ、果たして D4 フェスが終わった後でもちゃんとカードは実装され続けるのかっていうところもね、結構気になるポイントですね。まあ、そろそろね、みちるちゃんのカードイラストぐらい増やしてくれてもいいかなって思ってるんですけど、キャラクター一覧のところではこんな感じで、もう一人でずっとかわいそうな感じになっちゃってるんで、キャラクター一覧にはここに追加されていく感じになるんですかね。みちるちゃんやっとぼっち卒業やね。まあ、今回のね、リンクサイズ実装に関しては続報をお楽しみにということで、まあ、こちらもね、今後発表される情報に期待したいですね。はい、ということで、あとはちょっとした最新情報をサクッとおさらいしておきましょう。1月15日0時から、グルミクシンガポールコラボの復刻ガチャが開催されます。いや、懐かしいですね。そういや、こんなコラボあったな。まあ、シンガポールのガチャメンバーって、スキルが普通のイベントと一緒だったんで、なんかコラボっていう感じがしなかったんですけど、まあ、一応コラボですからね。ね、シンガポールコラボ。すごいですよね、シンガポール。まあ、あれですよね。まあ、シンガポールって言ったら、あれだよ、あれ。名探偵コナン根性のフィストの舞台だよ。まあ、こんな国境を越えたコラボなんてね、もう最初で最後かもしれないんでね。まあ、マーメイド推しの方はね、ぜひゲットしてみてください。にしても、マーメイドのリレーションイベント中なのに、マーメイドの箱イベのコラボ復刻ってよくやりますよね。まあ、こんだけガチャが続いてくると、マーメイド推しのディグラーさんのお財布がちょっと心配になってきますね。はい、そして前回決まった大型コラボであるトロピカルージュプリキュアコラボ、こちらの続報が来週の DJ タイムのお知らせパートにて新たに情報が発表されるということも公開されました。まあ、来週はね、コラボメンバーやコラボ日程の発表もあるらしいので、こちらもね、見逃さないようにしましょう。はい、ということで今回の最新情報は以上となります。リンクサイズ実装決まって嬉しかった人はぜひ高評価とチャンネル登録、ツイッターフォローの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。